皆さん新年明けましておめでとうございます。創作欲チャンネルは2周年を迎えることができました。今年もですね、皆さんに見ていただける動画、参考にしていただける動画をどんどん作っていきたいと思いますので、本年もよろしくお願いいたします。で、まあ去年の一発目の動画っていうのは VHD プレイヤーの修理動画だったわけなんですけれども、まあ去年もですね、いろいろとジャンク品の修理をやりたいなとは思っていながら、動画でまあ、この後修理しますとか言ったり、まあその動画にさえなってないようなものが山ほど積んであったりしてあるんですけれども、まあ今年一発目のですね、まあジャンク品の修理というか、まずはちょっと動作確認をしたいものがあったので、それの動作確認をちょっとしたいと思います。で、動作確認をするものっていうのはですね、こちらです。はい。どうぞ。はい。キャノンのプリンターなんですけれども、ピクサス 80i という、こちらはですね、小型の、ポータブルのプリンターになります。これは一応オプションになるんですけれども、バッテリーをつけることによって、屋外で、電源レスで、印刷ができるという小型の、プリンターになるんですけれども、そのシリーズのうちの多分これ2つ目くらいだったかなと思うんですね。これピクサスの 80i、 70と80と90っていうシリーズがあって、そのうちの、まあ、真ん中あたりのもので、発売は2004年のものとなります。はい。で、またこれ全然、封も開けてないというか、まあ、店から買ってきてそのままの状態なんですけれど、価格はですね、はい、通電 OK ということですけれども、動作は未チェックで、500円ということで買ってきました。じゃあとりあえずこれ開封してみたいと思います。蓋がこう開くんだと思いますが、あ、こっちですね。こうやってこれをこう開ければ開くと、はい、はい、こちらがプリンター本体ということになりますね。まずこの本体のカバーをパカッと開けますと、はい、まあだいぶこれ、使用感あります。手垢もついてますし、ホコリもついてますし、うん、これがちゃんと動くのかなというところなんですが、はい、ちょっと動作確認を、まあ、これからやってみましょう。まあその前にですね、まず分かったことは、このプリンターは一応ポータブルではあるんですけれど、まあそのバッテリーですね、このポータブルにするためにはバッテリーが必要なんですけども、まあ、そのセットがまずこの中には入っていませんね。はい、充電したりする、キットがまとまってあるんですけれども、それは入ってないので、うん、ちょっと残念ですけど、まあとりあえず動作確認の方をまずやってみましょうか。はい、まずパソコンにプリンターをつなぐ前にですね、まずこのプリンター自体が電源が入って起動するかどうかをちょっと確認したいと思います。まずはここをパカッと開けまして、でここに電源ボタンがあります。でこれをまず通電させます。一応これ AC アダプターは刺さっているので、今コンセントのスイッチは切ってあるんですけど、これをまず通電させます。ポッと、はい、刺しただけでは何か変化があるわけではないですね。でこの電源ボタンを押して電源を入れます。はい、このランプが緑に点灯してますので、正常に電源は入ってると思います。でここの中にプリントヘッドが入ってるんですが、蓋を開けますと、はい、で一応ブラックとカラーと入ってるんですが、
これが今どんくらいインクが残ってるのかはちょっとね、分かりませんけれども、一応、電源入れて立ち上がるというところまでは分かりました。はい、プリンターのドライバーなんですけれども、一応こう CD ロムはついてくるんですけど、プリンタードライバーとしては Windows の標準のドライバーで動くということなんで、ネットにつながった、パソコン、まあ、Windows パソコンを、まあ、プリンターとつなげば、Windows アップデートによって、まあ、自動的に、ドライバーはインストールされるというふうに、説明書には書いてあるので、一応この USB ケーブルですね、これはあの本体にはついてこないみたいなんですけど、これはまあ一応別売りの、まあ、うちにあった USB ケーブルですけれども、こちらのケーブルを、USB をつないでですね、はい、ここに USB をつなぎまして、で電源がプリンターの電源が入った状態でこちらの USB ケーブルをパソコンにつないでみます。じゃあつないでみます。ここにガチャンと、はい、接続した音が聞こえて、何も起きないんで、やっぱりですね、このプリンターが発売された時期、まあ、2004年ですけれども、まあ、当時は Windows XP が流通してましたんで、まあ、その OS につなげれば、ちゃんと認識というかインストールがされるんでしょうけども、まあ、Windows 10なんで、このノートパソコンに入ってるのはそれせいで反応をしないのかなと思うんですね。やっぱりですね、このプリンターのドライバーがですね、この Windows 10の 64bit には対応していないようで、やっぱ手動でやっても受け付けてくれないんで、この Windows の10のパソコンに入れるのはちょっと無理かなというところで、こちらもう一台パソコンがあるんですけれども、まあ、これと同じレッツノートなんですけど、ちょっと古い方、まあ言うなればこのプリンターと同じ年に発売された古いレッツノートの W2 というやつなんですけど、まあこれ相当昔に使ってたやつなんですけど、それにちょっと入れて動くかどうかなんですけど、まあちょっとこっちですね、いろいろと実験とかに使って、なんかちょっと今中身がちょっとごっちゃごちゃの状態なんですけど、まあそれでちょっと確認ができるかどうかだけちょっとやってみたいと思います。はい、というわけで、この古い XP のパソコンには一応ドライバーがインストールできまして、で今ドライバーのプロパティを開いてテストプリントを送るところなんですけれども、ちょっとやってみますね。何にも出てこないんで、もしかするとこれプリントヘッドが完全に目詰まりしちゃってるんじゃないかなと思いますね。はい、はい、じゃあこれインク変えてみましょう。多分これインクが完全にもう空になってるんだと思うんですよね。で一応、このインクのフラッグは新品が用意できましたんで、一応これをセットしてですね、ちゃんとインクが出るかどうか確認してみたいと思います。一応新品ですけど、
はい、わかりますかね。これがあのプリンターのインジヘッドなんですけれども、小さいちょっと光ってる方がカラーのインジヘッドで、ちょっと幅の広いところがブラックのインジヘッドだと思うんですけど、これをですねちょっと、一晩くらい布は湯につけてですね、ちょっと様子を見てみようかなと思います。はい、はい、というわけで、一応今ぬるま湯に使ってる状態です。はい、ちょっとねインクが染み出してきてるかなと思うんですけど、完全にこれ多分ヘッドが目詰まりしちゃってもうインクが出てきてないと思うんで、はい、これでちょっとね、様子を見てもう一回、テストをしたいと思います。おはようございます。朝の6時半くらいなんですけれども、はい、昨日、まあ、お湯に浸したプリントヘッド、だいぶね、インクが落ちているようなんですけど、これをですね、水拭いて、もう一度セットして、インクが出るかどうか、テストしたいと思います。というわけでこちら、PEXAS80i の、動作確認をしてみたんですけれども、あの後ですね、ちょっとヘッドクリーニングを繰り返してみたんですけれど、やっぱりインジが、されない状態なので、おそらくはまあインジヘッド、これがもう完全にダメになっちゃってる可能性が高いですね。でそれと、この電源ランプですね、ここについてるランプが、緑に点灯した後でオレンジがこう8回こう点滅してるんですけれども、これはですね、灰インク吸収体がいっぱいになりそうですよっていう、まあ、あの表示らしいんですけれども、これがですね、いっぱいになっちゃうとプリントができなくなるようなんですね。でそうなっちゃったらば、一応メーカーさんに、修理というか、まあ、その灰吸収体の交換をお願いするんでしょうけれども、まあ、この、ね、2004年のもう古い古いプリンターにそんなことを、ちょっとね予算を割くわけにはいかないんで、まあ、このプリンターですね、もし今後、新しいというか、まあ、使い物になるこのインジヘッドが見つかったらば、それと交換して、また使えるようにしていきたいなと思ってます。はい、でまあ、そもそもこのプリンターを使って何をやりたかったのかって言いますと、こちらなんですね。はい、これはですね、あのアモノイセンターに行った時に、掘った化石を記録するラベルなんですけれども、これをあの印刷したかったんですね。それもあの家に持って帰ってきてからこのラベルを出すんじゃなくて、もう掘ったその場で、ラベルを印刷して、その化石の入った袋とかにこう収納したいと思ってたんですけれども、まあ Windows 10のパソコンじゃ動かないし、かといって、まあ、Windows XP のパソコンでも、まあ、現状印字ができない状態なんで、まあ、実用レベルには達してないんで、これをね印刷するっていうことはまず不可能なんですけれども、まあちょっと残念ですけどね、また、機会がありましたら、こちらのプリンター直していきたいなと思ってます。はい、というわけで最後まで動画のご視聴ありがとうございました。よろしければグッドボタン、チャンネル登録もお待ちしております。関連動画再生リストからよろしければ他の動画も見ていってください。それではまた別の動画でお会いしましょう。